ミューミックスポッドレディオ、皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。朝晩結構寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。おでんにはちょっと早いけど、あったかいもんが食べたいなって。最近はよくやるのが、土鍋でスープを作る。コンソメ味だったり、ポタージュスープだったりね。私、とにかく具沢山で、もうそれだけでお腹いっぱいになるぐらい、こうどっさり具を入れるのが好きでね。そうするとスープがもう入る余地がないくらいにこう溢れてしまうので、もう面倒だなと思って、最近はもう土鍋を出して、お味噌汁もね、土鍋で作って、もう一人で何杯飲むんだって感じですけど、そうやってね、作り置きしておくと、こう忙しい時でも野菜をちゃんと取れるのでね、体も温まるし、一石二鳥、おすすめです。さあ、今週も素敵な曲をたくさんお届けしていきます。まずはこの曲から、アンクで SP。の聞いたサウンドとボーカル、スープで言ったら激辛トムヤムクンみたいな感じですかね。そして
こちらを新着からご紹介しましょう。80年代ディスコブームの色がね、こうところどころにこう見えるんですよね。ヤックでドラマチック。始まる恋の歌があってもいいんですよね。なんとなくこうね、人恋しくて寂しいみたいなイメージもあるけど、さあ私も期待しようかな。そしてもう一曲、中川敦夫で正真正銘。繰り返し繰り返し
ミューミックスポッドラディオ。なんか一気にボルテージが上がっていきますが、新着からお届けしましょう。もぐもぐマシーンでケミカルリアクション。このギターのリフはかっこいいな。ずっと聴いていたくなります。イントロが始まった瞬間からもう何かこう大きなふわっとしたものに包まれているような、そんな気持ちになります。 Q で明後日はちょっといい日。一人きり膝を抱えてる影の長い公園、ママがくれた大事な指は結局見つからないまま乾いた
レディオ、ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。ついにデジタルテレビゲット。ああ笑わないで、今さらかよって。そうなんですよね。まあ今買う人って2代目以降でしょ。でも去年、いや地デジが始まるまでアナログテレビをね捨てたら壊れてないのにかわいそうだし、まあ直前まで粘って多分安くなるだろうから、その時に買えばいいやなんてね思っていたら、みんな同じことを考えていたみたいで、お店に行ったらものすごく混んでいて、あのエスカレーター降りたところに銀行のあの順番待ちの札を取る機械が設置されていて、30何人って書いてあったんですよね。あれを見ても諦めてチューナーをとりあえず買って、まあ、それで見れるもんだからずっと来てしまったんですが、さすがにね先日買いに行った時は平日っていうこともあるけど、だいたいテレビ売り場にあの店員さんがほとんどいないんですよね。お客さんも私一人で、まあこうメーカーの違いをちょっと説明してもらって、例えば同じ機能だったら韓国製の方が安いですよとかね、いやでもやっぱりシャープのアクオスでしょう、テレビ事業頑張ったのに今ねちょっと大変だし私が応援してあげなくちゃ、結局アクオスにしたんですけど、まあ私ごときがね1台買ったからといって1円の利益にも満たないだろうけどね。でもこう振り返ってみると、携帯電話も最初こんな人を束縛するものって言ってたのに今や必需品だし、パソコンも自分でなんていらないって言ってたのにもう6代目だし、そういえばライブ始めた頃は生ピアノが置いてないライブハウスでなんてライブやんないとかってね、デジタルピアノなんてピアノじゃないなんて豪語していたあれはどこの誰って感じなんですけど、まあでもねアナログな心は忘れずにいたいと思います。そんな私のエピソードからこんな曲を選んでみました。アイドマピークで TV ショービューティーガール。
いえば東京に初めて来た時にあのテレビ欄を見てね、こんなにチャンネルあっていやどうしよう迷っちゃうなんて思ったんですけど、今やね迷うどころかもう見切れないよって感じですよね。テレビのあり方も変わってきたなーなんて思います。そしてこんな気持ちを誰もが抱えてるんじゃないでしょうか。やっぱり便利にはなっても失いたくないものがあります。鎌倉慶でマシーンの涙。素朴なに要求されてることはマシーンのような性格さ、感情をなくせとは言わないまでも美しいロットの レビューいかがでしたか。この番組では皆様からのコメントをお待ちしています。ミミックスのツイッターから、または私のホームページから、メール、ツイッター、フェイスブック、どちらからでも OK です。お待ちしています。そしてちょっと先なんですけど、年明け1月9日の水曜日にバンドでのライブをやります。久しぶりに吉祥寺のスターパインズカフェ、詳細が決まったらまたお知らせしますね。最後にキネナオトの50回目のファーストキス、これタイトルもやられちゃうけど出だしもいいんですよね。何十回でもキスをしようって
飯も何十回でもしたいわ。すいません、先走って。今月は友達がマラソン大会に出るので応援に行くんですけど、皆さんも仕事に恋にスポーツに素敵な日々をお過ごしください。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。何十回でもワンスキー過ごしよう。朝目覚めた君の瞳、知らない僕が映る。ミュミックスポットラディオ。